今のところはハタサコさんとサントスさんが少し怪しめかなと思ってます八番さんは今のところこの中で一番黒目がちょっと高いのかなと思ってますサコ、えー、さ,さんかサントスさんに入れたいなっていうふうに思ってます僕は八番さんあんまり狼っぽくないと思ってます八番さんって占い師を恐れてないと思う占いされることを恐れてないと思うんですよ <laughs> さっき言うことなかった <laughs> さあ、今回おお聞こえてる聞こえてるあ言ってない大丈夫さあよろしくお願いします今回はきょううわっ神役きたーマジであっちこれいや潜伏ありすぎるなーちょっと潜伏したいなーいやこれいやー潜伏したい潜伏したいなー ごちゃごちゃにしてやりてえわマジでぐちゃぐちゃにどうしようかなでもな <laughs> さあ誰からだおおいい位置 マジ？えっ、ー、とおはようございますメロスですえーとーまあ、いっかえーと白を使用しますえーと占いで9番さん白でしたえーとーで、うん、えーと進行なんですけどこれから対抗が出る可能性が高いと思うのでえーともし対抗出たらえーとーそこのロラで霊能さん 出出る…出た方がいいのかなやっぱりあの情報を最初は求めてしまうので情報が多い方がいいと思うので奴隷の出てそこの対抗が出たらそこのロラーみたいな感じがいいと思います。えと人、占いしか出なかった場合、強と新強心の可能性が高いのでグレーから、えっと、詰めれたらなぁと思っています。はい そんな感じです。よろしくお願いします。占いです。よろしくお願いします。<laughs> いやーつつ、つつましい。つつましいですね。あ、俺か。はい、オそろかゆまるです、えー。よろしくお願いします。CO は特にありません。えー、そうですね。いきなり初っ端から、えー、メロスが占いで出たということで、で、クロム君ん白、えー、把握しました。そうですね、最初… どうなんだろうまあ一発目で占いで出てるんで、まあ、ここは対抗は恐らく出ると思うんですが情報が欲しいという気持ちすごく同意ですでちょっと初心者ながらやっぱりねあの最初の1周目でどれぐらい情報が出てくるのかによってすごくなんか推理が変わってくるのでぜひとも出てほしいというところでありますえー、詳しい考察等はあ、まあ、出せるか分かりませんけど、えー、2周目、えー、頑張ってやっていきたいと思うのでよろしくお願いしますみんな大好きチュチュチュうん はい、5番集です。よろしくお願いします。えー、3番から9番の白了解です。で、えーと、4番さんはまだ、えー、始まりなんでわからないですけども、まあ進行論については、えー、3、4番さんと同じくフラットで考えていきたいと思います。で、あとそうですね、霊能が対抗、霊能がもしこの後いるならば出てほしいかなっていう風に考えていて、対抗がいるなら霊能から釣っていきたいと思ってます。 で、あと、釣り位置に、投票位置に関しては、えー、そうですね、話が食い違ってるとか、そういったところがあれば、あのー、そこに投票を集めていきたいかなっていうふうに思います。最終ですけどね。はい。えー、各種類の人に基本を合わせるという形で、それでも関係ないときは、話が食い違ってる人に入れていきたいかなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。 はいジャケポヨですえーと、うん、何でしょうデジャブですかね占い師を使用します<ー>で二、えー、番新太郎さん占って白が出ましたそうですねえー、まあ僕と南さん浜南さんの占い師用なのでえまあこの後後半まあ霊能が少なくとも出てくれるのかなとも思いつつ使用、えー、見ながら。 えー、ちょっとそうですね。うと前半の人の2周目の会話聞きつつ、ちょっとまあそうですね。まあなんかまた初日グレーになるのかなというところはあります。ちょっと今のところ、えー、そうですね、議論姿勢的な面で、うん、判断は正直、えー、4番、5番つかないかなというところです。以上です。はーい、よろしくお願いします。特にしようはありません。えっとね、 まずグレーの4番と5番なんですけれども、まあ5番さん少し引っかかるところあったなと思います。足湯さん、あ、はいはいはい。えっ、ー、と、足湯さんはね、隠しろの人に投票を合わせるのがいいかなみたいな話があったと思うんだけど、いや、このゲームはね、あんまりそれが強くないですね。えっ、ー、と、自分の意志でここを釣りたいっていうところに入れる方が、あのー、その1個の投票が後のね、後半とかにも生きてくるんですよね。 後半で例えばこの試合記録とかからの1日目の投票とかが見れたりするんだけどあここに入れてる初日にこの人を本気で殺しに行ってる動きが見えるから、まあ、例えば占い師心境だった場合に、えー、初日のラインで狼狼狼ミなさそうだなとかが見えてくるからその進行がここに入れてくださいっていうよりは自分の意思でやった方がいいと思います。えっ、ー、とね3番と6番の占い師さんなんですけれども、まあ、正直ほとんど差はないと思っているが3番さんはねああのもう最初から出ることを決めていた人間に見えた。 以上。はい。あたたこ村人陣営です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、占いの。どちらも。まあ、今フラットにか見ていて、まあ、ちょっとだけ。まあ。 言うならば、ふーちゃんがまあ対抗がもうすでに出るような、まあ、1周目の一番最初だからっていうのもあると思うんですけど、まあ、対抗が確実に出るであろうみたいな発言があったのだけがちょっと引っかかっていますが、えー、フラットに見てます、えー。影丸さんは情報出してほしいってことだったんで、まあ、色落ちなしで、芦、えー、湯さんは、霊、え、能、ー、が2人出たら霊能ローラー派、えー、話の食い違いがあるところがあれば、そこに投票していきたいっていうような発言があったんで、まあ、 特別色落ちなしですねでプテさんは、えー、ゴーのアシルさんを若干叩いたように感じていてまあ叩いたっていうほどでもないですが若干指摘が入っていて自分の意置で投票するべきっていう発言はまあ僕視点も、えー、しっくりきたんで一番この中だとプテさんが白いと思ってますはい霊能者です黒川クロム霊能者主義をさせていただきますそうですね あまあ、難しいな。まあ、太鼓出てくるから一応考えとくんですけどあ、太鼓出てくることも考えて一応考えとくんですけど、えっと、まあまあ5番さん、7番さんが指摘してた5番さんって結局、まあ7番さんは多分狼要素としていったわけじゃないと思うんですけど、もし狼要素だったら別にそれは違うかなと思っていて、5番さんのは結局白いの人に合わせたいっていうのは、まあ狼とやった時に自分で、自分で誰か、なんか、 SG1 とかを釣らないっていう言ってるようなもんだからまあそれは、えー、プラスチェさんの方が意見は正しいと思ってるが別に狼要素ではなくむしろちょっと若干の村要素かなとは思いましたであたさこさんはまあただならばさんは言う少ない情報で、えー、と詰め落としたとこは白っぽくて、まあ、そこを白いって言ってたあ田さこさんも若干白いかなって感じなんで、まあ、2周目かなって感じですはい、まあ、対抗できたらいろいろ私にこの言いますはい えー、1番サントスです。えー、使用特になしです。えー、そうですね、えー。あの、基本、一番初めの大臣賞は7番さんと同意見で、えっと、5番さんに、こう、なんだろう、なんだ、自分でこう、導いていく感じのなさを感じましたっていうと、推理していく感じののが、 な,なかったっていうのが正直なところただ<や>えっと34しかまだ先に喋ってないので、まあ、拾える内容があんまなかったですなかったっていうのも事実なので、まあ、2周目次第かなとは思ってますがえっと若干1周目の印象若干ですが5が良くなくて7と同意見っていうところかなっていうふうに思ってますうんーかなーまあ占いもまああんまり差がないですけれども なんか3が決めてたなーっていう感じはしますね。真なのか、うん、ええー、強なのか黒なのか分かんないですけどなんか決めて決めてた感じで出てきたなと思います。お願いします村人慎也でした。まあ、おそらくグレーズリーになると思うんでグレーの精査をするんですけど今のところは畑底さんと3とんが少し怪しげかなと思ってます。うん、え畑ささんんにに関しては南さんに対する指摘で 占い対抗を出ることが確定しているかのような発言があったっていうのがあったんですけど僕の記憶が正しければ南さんが言った発言っていうのが対抗占いが出る可能性があるなんですよねだから確定とは言っていないから、まあ、雑な殴りが目立ったかなと思ってます畑たさんに関してははいでサンスさんはまあそうですね結構プテラさんに乗っかったなっていう感じがあったので僕的にその足湯さんとプテラさんの対抗っていうか意見の違いはまあどちらも分かるなって思うんで 隠しに投票を合わせた方が、まあ、なんていうか、投票が集まるんですよね。投票がばらけちゃうと、ワンチャン人外が票を集めて、村が死ぬ可能性もあるんで、まあ僕は別にどっちの意見もわかるなって思うんで、足湯さんとプテラさんはまだわかんないかな。なるほどね。はい、えっ、ー、と、裏メロスです。えっ、ー、と、ロー、えっ、ー、と、 なんだっけレバイシーの太鼓が出なかったもしくはこれから出るかもしれないけど今のところ出ていないのでグレーの精査をしたいんですけど、えーーそうですね、影丸さんはまだ様素がまだ分からなくて、えー、と足湯さんは結構自分の意見を言ってるなと思いましたで、えー、とー最初の方なのにもかかわらず結構あのこういう風にしたいっていう意見を述べているなという風に思っていてそれを指摘した7番さんプテレハシさん はえっとなんか対抗狼要素とかそういうのではなくて、ただあのこうなんだよって教えてるだけの村っぽいなっていう,ふうに思っていて、で8、えっと、番さんが今のところ、えっとこの中で一番黒目がちょっと高いのかなと思って、い今すみなみのそのあのあ確定しているかのような発言をしていたっていうところから狂人目で見てたんですけど、そこが黒いで、ハサントスさんも結構黒目が高いで、シ太郎さんは白かな はいえ二、ー、周目お願いしますかぎまるですえー、特に、えー、変わらず仕様はありません八番あ,、えー、あるな <laughs> まあえっ、ー、と同じくグレイセサを生かしたと思うんですが<生>まあまず玲奈は対抗がなかったので二週目どうなるかというところでえー、そうですね守るかむずむずいけどそうですねあまあ僕はまずそもそもあの最初だったんで何も言えなかったんでここで言うしかないんですが。 そうですね、足湯さんとプテさんの話に関してはもうみんなが言ってる通りあ,のあくまでただの一アドバイスだったのでどっちかというと村要素なのかなと思っています。でえっと<ん>そうですね畑里さんのふーちゃんへのその殴りが雑殴りかって言われたら、まあ、それもなんか逆にあくまでなんかその村目線そう見えただけの要素とも汲み取れてしまうのかなと思うのでそこまで黒くは見てないです。 なんでまあそうですね、それ以外のグレー位置からつ、えー、っていきたいなと思ってます。今4かな。はい、足湯です。えー、先ほどみんな言ってくれた通りに、えプ、ー、テさんに関しては僕を殴りに来たというよりは、えー、指導してくれたっていう、すごいありがたかったなっていうふうに思ってます。いや、やめてよ。なので、プ <laughs> テさんに関しては、特にどこも殴っていない印象があります。で、影丸君に関しても、どこも殴っていない印象。で、占い師対抗二2人に関しては、まだ今のところ、ボリュームのプれィーがているのが僕の一方です。 で、片白である、えー、慎太郎くんも残し、で、霊能確定、黒目くんも残しっていうことなので、えー、畑里さ,さんか、サントスさんに入れたいなっていうふうに思ってます。で、その中でもそうですね、えー、この二人は、えー、僕がちょっとプテさんに指導入って、えー、それがちょっとま、黒目に見てるっていうふうに話されてたんですけども、どっちかというと、ま、そうですね、畑里くんの方が、そう、ふーちゃんの 占い師に対しての発言があったので、えー、次の話で8番か1番に入れるか決めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、えー、チャちゃけぽよです。そうですね。まあ、グレー星座というところでまあそうですね。さっき皆、えー、さんおっしゃってるように。まあ、あのプテさんと足湯さんのところは特にまあ、殴り合いっていうところではないかなと思ってます。足湯さんの意見も正直僕村目線だと。 村目線だとやっぱりその角城に進行を取ってもらって票を集めて確実にまあグレーというか黒を釣っていきたいなっていう気持ちも分かるので足尾、うんえー、さんのそのし城にっていうところはすごく分かりますで、えーまあ、個人的には影丸もその誰が怪しいとかっていうところがあんまり落とせてないところが、えー、若干ちょっと怪しいのかなっていうふうにも見えておりますが、えーまあ、要素としてまあ畑さこさん8番1番 の中から今日は釣るのが安牌なのかなっていうふうには思っております。まあここが八一のどちらかでちょっとこの後の会話を聞いて決めたいと思います。以上です。ありがとうございます。わちゃんのか、はいえー。はい。ええはい発言しまーす。えっとね、チャゲぽよさんえっと六番さんあ番号で言ってもいいですか。六番さんは三、えー、番さんのことを何で見てるのかなって今思いました。 例えば3番さんがオオカミだった場合ってオオカミである3番さんが1と8を釣りたいって言ってる状況であれば1と8は、まあ、基本的にはオオカミはいないであろうっていう想定ができると思うんですよ。えー、でも6番さんって今3番さんが釣りをしている18番さんを同じように釣りをしているんですよね。だから、えー、6番さんは3番さんを強人で見るかつその強人が意見が合っている強人と見る場合のみ18番を釣り寄せばいいと思うんだけど。 1 3番3を狼で見る場合はあんまり18番って釣り位置じゃないかなもしくはまあ、18番ど特にこっちとか言った方が良かったかなと思いますまあ結構時間も余っていたってのもあるからね少しだけ6番さんの新芽がちょっと落ちちゃったかなと思ったかな、えー、ただえっ、ー、とね僕は8番さんあんまり狼っぽくないと思ってます8番さんって占占いいいい師をを恐恐れれれててななととと思思ううさるこんですよ、えー、特にね82のつながりはなさそうだなと思ったな 例えば2番さんに、えー、なんだっけ6番か6番が2番に白を打っていて例えば6番強靭2ーローとかだった場合は、えー、2番さんのあ6番さんの偽が分かると3マさんの芯が分かるから殴りに行かないと思うからどちらかといえば僕に完全便所だった1番あるいは全く色が見えなかった4番かなと僕は思うから1 4のどっちかを釣りたいなと思ってて8番さんは割と僕は白1まであるかなと思ってるけどねこんなに殴られてるし以上。 はい、2週目発言します。えー、とふーちゃんへの発言に対しては僕は一応、まあ、強いて言うならばっていう発言と、まあ、フラットに見ているっていうことも言っていたってことを、えー、考慮していただきたいです、えー、で僕に対しての発言を指摘したのが最初が慎太郎さんなんで真っ、まあ、白く見てます、まあ、それの慎太郎さんと真逆の意見ではあったんですけれども僕に触れていたのが影丸さんで、まあ、慎太郎さんと真逆の意見をすぐに えー、占い師挟んで次に自分の発言ですぐしていたので掛村さんは割と白いのかなとは思っていて、まあ、そうなると、えー、僕視点だとサントスさんアシューさんになるんですがサントスさんからアシューさんのラインがあんまり見えなかったので僕視点はサントスさんかなって感じですね、まあ、僕が捨てられた場合って、えー、まあ冷凍に色見てもらって、まあ、僕のことを叩いていた慎太郎さんの方がまあもし,もし僕がえっ そうだ。僕が白で出た場合。えー、慎太郎さんの黒目が上がり、影村さんの白目が上がる。まあ逆、逆僕が黒で出たら逆もしっかりって感じなのかなっていう風にえー、まあ、村全体に、えー、把握してもらえていればなと思います。まあ、今日は僕サントスさんに行きます。はいまあ、レイド車確定したんであんまり。 この段ね、グレーの考察とかしてね、霊能者の意見だからそうかってブレるのかあんま良くないし、多分そういうのでやっちゃうと、多分なんか理由付けとか、狼の理由付けとかにされやすくなっちゃうと思うんで、僕は特にこの段、グレーに対しては何も言わないと、何も言わないときます。で、占い師さんは、まあ占い師さんの性差だけちょっとゃうんですけど、占い師さんは若干風さんの方が白いかなと、まあ理由を省くんですけど、風さんの方が白いかなと思ってます。あ、風さんの方がっぽいなと思ってます。そうですね、岸さんはまあ、 出た方この盤面だと出た方が強いと思うんですけどまあ棋士って出て、えー、っと噛まれちゃうの嫌だなって思う人も結構いると思いますので、まあ、出なくても大丈夫です。例の例の占いどこ、えー、っと噛まれそうな位置どこ守っても大丈夫です。つられそうだと思っちゃったら出た方がいいんじゃないですかねぐらいっすね。はい。以上なっそれ。 1周目でだいぶ印象が悪くなってしまったので、えー、ともし釣られなかった場合はぜひ占ってほしいなと思ってますで、えー、そうですね、えー、と結構2番さん、えー、7番さん8番さん9番さんが、えー、と2周目で、えーまあ、1周目ないしは2周目で新しい気を結構出してくださったなっていう印象を 持ってますうん。占いのシーンは3六。うーん、若干3の方が白いですけれども、まあ、あんまりそんなに差はないかなと思ってます。55対45くらい。うん、あんまり差は感じてないっていう感じです。まあ、ちょっとだいぶ黒くなってしまったんですけど、正直ベースで5番さんに思った意見が、7番さんと被ったのでお話ししたっていう感じです。以上です。 な <laughs> なんか聞こえてきた目お願いしま,すまあ割とプテラさんと意見が近く、えー、怪しいのはサントスさんと影丸さんかなと思ってるんで、うん、まあどちらかに票が集まればいいかなと思ってますね。はたさこさんも2周目に関しては、まあ、そこまで変な意見じゃないなと思ったんで、うん、まあ僕が畑底さこさんがあってたんですけどまあその返しで慎太郎さんは白いんじゃないかっていうのが あんまりなんか殴られた狼っぽくはないなと思ったんでん、影丸が一番最初に殴るの印象がよく。一はガチである。畑坂さんが白になった場合って、そこを一番最初にかばったプテラさんも白くなるかなーと思ってるんで、あとはチャカプヨさんに対する意見、そう、南さんが畑底さん、さんとっさんを殴っているから、南さん狼オカで置くんだったら、そこに狼はいないっていう推理になるんじゃないかっていう指摘等もよかったなーって思うんで、今のところプテラさん、畑底さんは白白かなーと思っていて、 まあ、シューさんは別にそこまで白くはないですけど、まあ、おそらく票が入んないんで、ここも釣り位置から外していいと思ってて、うん、まあ、影丸さんかサントスさんの択。まあ、影丸さん2周目に関しては、畑里さ,さんを釣り位置から外す以外の意見がなかったので、まあ、サントスさんに関しても、そのグレーでどこを釣りたいかがあんまり明確に伝わってこなかったので、まあ、あと自分を占ってくれっていうのが、まあ、どちらとも取れるか。うん、いや、れは番目のシャガプヨさんが影丸さんに触れるときに、 影村さんが怪しい位置を上げていないから少し気になる。ただ、スリ位置を上げていなさん 2> ええなさ2言ったことから,から結構、チャケぽよ影村二郎のライン切りとかもあるんじゃないかなって思いました。はい、以上です。だって、1と8と4が割と強されている状況下で出ないわけがないから、これ、2号騎士だわ。4ついた。4つれ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 うわぁ。 怖いなぁまあでもまあ大丈夫か多分チャゲさんが黒で6が一応してるから大丈夫かなはいえー、サントスですえっ、ー、と例の一人でかつえっ、ー、と棋士が守ると思うのでえー、白であることはわかるかなと思うのでまあえー、2日目の例の結果占い結果をもとに頑張ってくださいすいませんちょっと初めに白釣られるのはあんだ6番あ,あつ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 これは森村として一<番>、えー、よくないスタッかなと思いますが一番,、うん、一番いいわ うーん。くらいかな。まあ、そうっすね。やっぱり、うん、4に入れましたけど、5もまあまあ怪しく思ってます、私は。うん。初めの意見を、なんか他の人が言ったからって言って、あんまり覆さないと思ってますけれども、まあ4と5にそんな差はないので、4と5に1枚は人外がいるかなっていう感触です。ただ、これも全然大きな情報はないので。 えー、あくまで私の所感ですはい残りの人頑張ってください以上ですはい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 まあ潜伏して2か59かみ丸いかな9かみ丸いぞ 急髪丸いで大丈夫か髪大丈夫かおうおぉ…まあまあまあ振らない結果あ、俺からかあ、すみませんえー、ちょっと一瞬反応が遅れてしまいました影丸ですえー、そうですねサントスさんと僕のタクで<城>えー、ギリギリでサントスさんが釣られたということなんですけれどもそうですね、僕がちょっとあのー、畑サバさんの白… っぽいいてう発言以外は全然その黒というかグレー位置がどこかみたいな釣りたい位置を押せてなかったのがちょっと発言が足らず申し訳なかったです。とりあえず例のあ待ってこれってチャットに出てるのかチャットに出てる12あ出てるえっ、ー、とクロム君から1白ということでサントさんが白だと出るったていのでえーっと で僕目線、えー、と僕は白なので、えー、あそこのタクは白白だったということなのでここで止めていただきたく思いますあ追加してくれてありがとう、えー、なので、えー、とこれって占い結果ももう出てる占い結果はまだ出てないああやっぱ張って大丈夫ですよねすいませんお願いします<白>ありがとうございますふーちゃんが4番さんなので、えー、とあっ俺白かあ俺白はい俺白チャゲピーのこれ待っていいのかなごう白,5白,白ありがとうございますすいません れてます <laughs> なんか1個前で結構フラットだけど、まあ、どっちかにローがいそうと思われてた2つに白が出てるんですけどまあこれはあんま推理要素にならなならいのかな、えー、とりあえずえー、っと僕の中ではそうですねうーん布袋さんと足湯さんすごく白く見えていて俺は足湯さんが。 グレーの中でも結構ローに見える。まあそれは僕の対抗に村の進行でなってるのでそうなんですけど、発言の流れ的にはちょっと足湯さんが気になるかなという感じあとは占い先の話を今後してほしいです。以上です。うん、はい、足湯です。よろしくお願いします、えー。ここではっきりさせておいた方がいいと思うので、棋、えー、士使用します。よろしくお願いします。で、クローも守りました。はい。ああ、そうか、これ言わん方がよかった。 まあまあ,まあ結局わかんのか。い<や>はい。はで、騎士、騎士なんですけども、騎士なのかそうですね。この盤面やと、まあ、えー、っと、南ちゃんから、9白、4白。はい。で、えー、6番、チャゲさんから、<ー>2白、えー、5白って出てるんですけど、まあまだちょっとわからんかなっていうふうに、 思っててまあ、白しか出てないんで黒が出たらはっきりしやすいと思うんですがっていうところやと思ってます。なので占いよりもグレー位置を釣っていくべきかなって思っててまあそうですね純粋に考えたら次は<や>、えー、4番の影丸君を釣るべきかなっていうふうには考えてます。ああそうなのいやこれはね,ね、はい、以上となります。で黒もくんは週の順で噛まれていくんかなって思ってます。よろしくお願いします。持たない はい、でですす、えー、そうですね、えっと、先ほど、えー、7番さんから、えー、指摘のあった件なんですけれども僕はうーん3番さんは強人かなっていう風には、えー、見ています。まあ井の市場に出てきたっていうところもあってまあ強人で二郎が潜伏している状態なんじゃないかなと僕目線は思ってます。なのでで、まあ、そうですね、えー まあそのなので、えー、その黒、でえっそっ,っけ、えー、っと、対抗が出るかもしれない、対抗が出るっていうような発言に対して食いついてきた、えー、まあ、畑迫さん、サントスさんっていうところが、まあそうですね、少ない要素の中から、まああの釣り要素として考えるならばっていうので、えー、1番、8番っていうところを出してしいや、これ、絶対六が人回だ守らなきゃいけないのか。えー、っとと番3がっっっていうことだだたのでまだ2ローが残って いる状態でこのあと棋士 CO がないのであれば足尾さんも棋士生となるので、まあ、黒川クロム9番5番が、まあ、ほぼ隠し白で、えーまあ、残りのグレーの中に、えーまあ、2色がいるのかなっていうようなところがチャゲっぽ用の視点ですなのでまあ個人的には、えーまあ、4番8番4番4番の方が濃いかなっていうような。 状況ででですすすす後半の議論聞いいいいいいいてて投票確定ささせたたかなななとと思いまままま以上ですははよろしししくお願いします、まあ6番さんはね視点を整理できてないなという,ふうに感じましたえっとね6番視点で3番を強靭と置いた場合は6番は2番三白5番三白でまあ5番三騎士っていう風な感じになってて2白なんですよね。 つまり3番強人の場合はに2狼いるんですよそうなった時に僕って、えー、昨日僕の例えば僕がオオカミだった時の行動は僕がオオカミで8番3をかばい4番にヘイトを向けてるみたいな感じがあると思うんでね6番が3番を強人で見る場合はそうなったら7番視点で、えー、8番を白く見て4番を釣りに行く行動が、えー、7八ロー,ロー3強人とかがありそうだなみたいなね そういうのがあった方が良かったなと思うんだけど6番さんが、えー、人外だった時はこれをやってしまうとね、えー、ヘイトが結構きます。というのも3番教授で見た場合って478かららほほぼほぼ人外でで見られるんですよねだって6が真の場合って僕視点って84663強陣みたいな視点が出てきちゃうからだから6番ってヘイトが向いてしまうんだけどそれを恐れずに言ってる感じはまあ一定の真要素はあるかなと思ってます。 今日はね、5番さんね、グレー釣りじゃないですね。今日は、えー、占いが新郎だったパターンで地獄を見る可能性が高いので、占い師決め打ちっていう進行を取るのがベストですね。なので、えー、6番、3番、6番、3番どっちかを釣るべきです。僕は、まあ、6番さんは視点は整理できてないが、えー、ビビらずに言及できてるかなと思うから、まあ、3番の発言を聞いてから考えたいなというふうに思ってます。6か3に投票すべきだと思うよ。 画面を張ったところを発言しますピ、えー、テさんの、えー、今日の今日は占いに行こうっていう発言を把握しました。で白出しのところも把握です。で投票先から精査できないかなと思ったんですけど、まあでえー、と占いどっちも、えー、初日はとさん投票で、まあ、逆に言えば、まあ、影丸さんに初日投票していた慎太郎さんと。 プテさん白目若干上がるのかなと思ってます。まああと足湯さんは投票かかわらず多分騎士でグッジョブ出してくれたと思うんでナイスでした。って感じかな。えーそうだな。占い。どっちだろう。まあグレーなら影丸さんなんですけど占いで今日考えたくてまあふうちゃんの発言聞いてから。グレー影丸なら3なんだよな。以上です。 えー、そうですね。今日は占い師釣りでお願いします。難しいですね。いやー、難しいなー <laughs> まあ、基本的に占い師釣り釣ってる、占い師釣りで僕はふーちゃんの方が白い、あの、新っぽいとはずっと思って、昨日から一貫して思ってるんで、今日の発言も別に新っぽくはないなとは思っているので、まあ、基本的に、まあでも、南さんの話聞いてからでいいと思います。 はいまあ、影丸さんはまあ単体でも単体の発言でも怪しいとは思っているので、あれ、今日誰からだっけスタートあ、影丸さんか。そう、影丸さんから、ね、影丸さんなんだよ、それ、お前、4が黒いなら3が黒やろうが。白先、まあの話とかでも全然いいと思う。まあ、ただ、白先に狂人が混ざってる場合があるので、例えば、あの神えっと、そうだ、あのごめんなさい、やっぱ占い師からの、占い師の発言だけですみません、あのあんま考えてませんでした。神老 えっと、占いが新郎で、えっと、自分が白をもらって、シーを落としてる可能性もあるので、基本的には占い師の精査で、占い師の単体で精査してほしいですね。まあ、結構、サントスさんが強人かなとは思ってるんですけど、まあ、露骨ではあったので、占ってほしいは露骨ではあったので、まあ、基本的に三人がいると思ってください。グレーはちょっと、グレーも、形色も合わせて、あんまり曲がってないですね。すみません。えー 基本的に6番さんに、よっぽどなことながない限り6番さんに入れるつもりではいます。でも、3番さんに入れても全然怒んないからね。バイバイはい、2日目よろしくお願いします。まあ、霊媒師が占いから釣ろうって言ってるので、僕はチャギプヨさんに入れようかなって思ってます。まあ、チャギプヨさんがプテラさんに対する弁明として、対抗を強靭で置いたじゃないですか。 え南さんを強靭で置くスケールを出していてその後に足湯さんの対抗が出なければ足湯さんが「真確定」って言ってるんですけどまあこれハーカーのなんかなチャカプルさん目線で南さんを強靭で置く場合は白が出ている足湯さんは強靭ではないんだから真でしかないんですよねだから南さんを強靭で置きつつ足湯さんに対して対抗が出れば「真というのが僕は足湯さんに白が出ている占い師ではないと思うんですよね。 あとは単純になぜアシュさんを占ったのかっていうのもあんまり知ってきたなくて、南さんが影村さん占いはわかるんですよね。おそらく南さんって僕の発言に流されたんじゃないかな、結構 <laughs>。僕が昨日、その影村チャゲプを二郎追ったから、南さんがずっと僕が知っている、疑ってる位置が近いから。あ、から南さんが影村さん,丸さんを占ったのは、なんか、あ、僕の意見に流されたんかなってなんとなくわか,かるんですけど、チャゲプをさんって釣り位置はサントス・旗そこで上げていたし、影村さんが怪しいっていう発言もしていたから、 なぜ足湯さんを占ったのかっていうのが僕はしっくりきてないんで割とチャゲポヨさん偽せかなって思ってるので今日の発言からほぼプテラさんまで人外かなって思ってますチ <laughs> ャゲポヨプテラ結構プテハタサコ二郎チャゲポヨ強心とかも追わないといけないからまあ、ただハタサコさんまだわかんないただチャゲポヨプテラに人外までは結構見えました今日の発言できついよな、はい、僕はチャゲポヨさんに入れます今日はもうそりゃそうだよ 構えっ、はいえーと,えー、と、占った理由から話させてください。影丸さんを占ったのは、えっ、ー、と、初日、えっ、ー、と、初日にあの影丸さんに、えっ、ー、と、2周したと思うんですけど、えっ、ー、と、2周目であああ、あの、あんまり発言が伸びなかったなと思って、で、えー、とサントスさんと影丸さんのどっちかっていうふうになった時に、えっ、ー、と、サントスさん、 六八朗朗ですね残った方を占おうと思っていたので影丸さんを占いましたで白でしたでと今回南の視点結構スッキリしていて足湯さんがあの茶毛布斎に白を出されているんですけれどもまあでもこれは絶対やんなきゃいけない行動でしたね僕は僕は六番をかばわないと負けなので六番をでもこれ釣られちゃったら絶対負けですねもし覆らないから六番が釣られた瞬間セットですゲームセット

お5番も3に入れてんのか。9かから。はい、えー、そうですね、まああのー。視点がちょっと整理しきれてなかったっていうところに関しては、まあ、申し訳ないなと思いつつ、まあ、なんかそのせいで、捨、まあ、てまで。士、うん、がそっちの進行を取るならワンチャンス見られてしまったな申し訳ないなというところはあります。そうですね、まああのー、3番、えー いいただいて、えーまあ、残りグレーのところ、そうですね、まあ、占い、まあ、ふうさん、3番さんから出る占い結果見つつ、そうですね、ちょっと、まあ、サントスさん、うん、まあ、狼、まあ、サントスさんとふうさんで、まあ、老郷だとは思うので、まあ、あと一人、えー、頑張って探してください。以上です。 うんてかこれあれか初日グレーカミ通ってたら初日グレーカミ通ってたら5説得から三釣れたのかこれあら八8黒かなぁえー、っと 南さんの占い結果をお願いします。チャットで。出ない？8黒うーん。まあ八番釣りますね。畑迫さんを釣ります。もうほぼこれ決め打ち進行なんですよね。サントスさんが村か狂人かわからない。以上、昨日ってほぼほぼ。もう。しケけ坊さんを偽で決め打って釣ってるわけ。なんで、もう僕はここから南さん新進行で進めていくつもりですね。 だから、畑坂夫さんを釣り、終わらなければ、もう、プタラさんまで釣るってい結構、いい進行取れたんだけど、南さんが、影村さんに白を打ってるんで、もう、村さんも疑わないっていう。だから、今日は当然、黒崎の畑坂さんを釣るし、終わらなければ、ピタラさんまで釣ります。ぐらいかな。これ、僕の把握漏れだったら大変申し訳ないんだけど、チャケプヨさんって、2日目の段階では、南さん、強靭で置いて精査してましたよね。これが、そもそも把握漏れだったら申し訳ないんだけど、ただ、遺言で最終的には、南さん、オさカとさん、強靭に変わってるから、 最後まで視点がさらまってないなと思ったんだけど、これごめんね、そもそもチャケプオさんが、南さんをオオカミで置いてる精査をしてるんだったら、僕の完全なる把握無れなんで、その場合は申し訳ないけど、まあ、もう南さん死んで、決め打った釣りをしてると思ってるんで、もう畑コさ,さん釣って、まあ、厄介なのは、畑コさ,さんを釣った後に南さんが噛まれて、僕とプテラさんが分かんないってなる状況かな。だから、シ湯さんは、もし明日南さんが守れるんだったら、南さん守ってほしいですね。 畑迫さんを釣ってそうすれば視点が詰まりきるので今日は畑迫さんに入れます、うん、はいメロスですえっと畑そこさんを占っ,った理由はえっとさっき言った通り畑とこさんが一番怪しいかなと思ったのでえっと占ってみたら黒でしたえっとに色ちゃげぽよさんで一郎落ちてなかった場合の一郎一なんですけど慎太郎さんかプテランスって橋さんなんですけどしん さあ新様がえっと南決め打ちで進行してくれるっていうのが結構白いあの八つ同じ目線だなと思ったのやっぱりプテハシさんかなと思ってますで足湯さんはえっとでもそれ提示するしかないのか南目線占っているか間まさんも白いなのでえっと新太郎新様とプテハシさんどっちかって言ったらプテハシさんの方かなと思いましたえっとはい視点が似てるというだけで決めました よろしくお願いしますお渡し,しまますすすいいはでやすいませんえっ、ー、と、白を出してもらっているんですけれどもあの、度重なるあの、変な発言すいませんでした全然頭がまとまらなくて申し訳ねえマジでめっちゃ途中黒くなってしまってほんと申し訳なかったただえっ、ー、ともうそうですねこの流れはもうえっち茶けびつってふーちゃんから、えー、黒がはたさ,さんにあ,いや8あごめんなさい数字で言わないと8番はたさ,さんに、えー、3番ふーちゃんから出ているので これはもう決め打ち進行というのはすごくおむね同意です。で、そうですね。これでもし終わらなかった場合、えー、プテさん釣るっていうのまでも、あ、もうでも完全同調になっちゃうな。やばい。うん、いや、でももう、そうとしか言いようがないんですけど、そうですね。足湯さん、この盤面でもう、騎士確定、僕白を出されてて、えー、いやーててで、畑作さんに黒出してくれてるので、ここはもう、28郎 <ロ S 1>、初日指定してるけど、もうみんな忘れてるやろ。頑張ろう。で、

えー、さっきのターン、えー、ふーちゃんに入れちゃったんですけども、うん、まあ、このターンになったらもうふーちゃん新進行でいかないといけないんかな、えー、っていうふうに思ってます。すいいで、そうなった時に、えー、畑坂くんが、8番畑坂くんが黒っていうふうに言われてたので、まあ、ここは8番に投票が集まるんかなっていうふうにも考えてます。えー、で、その中で、えー、3番から4番が白を打たれてることから、えー、7と2のタクになると思うんですけども、残りの人狼が、 ってなったときに、まあ7番っていうふうに、えー、影丸くんが言ってたんですけども、しっかりと慎太郎くんの精査もしないといけないかなっていうふうに思ってて、まあ1日目からしたら7番、8番のラインが少し見えたかなっていうふうに思ったんですが、しっかりと慎太郎くんの話も、えー、次のね、夜に決め、えー、次の会議の日に話し合ってほしいかなっていうふうに思ってます。僕、えー、そうですね。要素としては。2、1> 2> 2は1か2は村。要素が難しいな。うん。 6進34ローが1強まあ今のところは7八でいいんかなって思ってるんですけども2の精査もしっかりしていかなあかん盤面やとは考えておりますよろしくお願いしますはいお願いしますいやこれ芦生さん僕3番さんは人外だと思うよ3四ロー1強陣だと思うえっとねまず 例えばあの3番と6番でえっと6八ロー,ローが今追われてる状況なんだけど6番さんってさ初日3番が1八番を釣りたいって話あったじゃん3番が1八番を釣りたいって話まあ最初は2か2から始まって3番が1八番に同意の後に6番って1八番に同意してるんですよねその釣りの場所を6番さオオカミ8番さオオカミだった場合は 18に同意はできないから少なくとも8番狼だった場合は1番行くかあるいは、まあ、僕とか4番とか5番にヘイトを向けたいところだけど6番さんって8にヘイトをむ、えっと、持ってってたから6番と8番のつながりは僕はないと思うんですよ。もう1個あって昨日8番さんって6番投票してるから昨日の盤面で、えっと、僕が3番さんに行きたくて5番さんも番3ん番さんに入れてると思うんだけどに入れてると思うんだけど あれって決め打ちになったら8番さオオカミだったら絶対負けなんですよね6番に入れたら3番に入れたら決選投票でもう一回話し合いができたのに8番さんって6番さんに入れてるから8番と6番のつながりって限りなくゼロですよだから今3番4番がもう決め打ってるから 8番ってまあ慎太郎はね硬いプレーヤーでまあずっと長く人狼やってるから決め打ちは崩さないタイプの人間だと思うんだけど1番強靭で落ちている場合は1番そのたどたどしい感じで発言も伸びてなかったから強靭位置ですよねだから PP できない34狼だと思うから僕は3番にそのままいくはい3日目やったとこ発言しますええー、黒だし白把握ですでまあ僕今プティさんが言ってたように先日の投票先で チャゲさんんに入れてるんですよ、ね、でまあ僕視点だとその関係でまあふーちゃんが人外確定なんで、えー、ふーちゃんに入れてるプテさんの新芽が上がり342人外まあ強日廊チャゲサントスで1人外落ちてると自分の視点あ違う,違う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 サントスさんかサントスさん今日で まあどっちかわかんないですけどまあ押しったら助かるんですがで「風影丸でに」で「二陣外って視点が自視点ですねうーんそうか茶毛さんが「真」だったのかいや申し訳ないないいやいや芦江さんいやそうだな芦江さんに説得芦江さん慎太郎さんに説得するしかないのか。 うーんここで、まあ、一陣外連れてるっていう全員の視点があるんだったら、今日僕からではなく、ふーちゃんからつっても、まだ名は足りると思うんですけど足り、足りるよね。足りると思うんで、今日は僕からではなく、ふーちゃんから言ってほしいですね。僕の投票先を見てほしいです。しっかり。うーん。足湯さんも、あれですよね。ふーちゃん入れてますよね。 お願いします <laughs> 無理や <laughs> 終わったこれは <laughs> いやでもまあまあベストは尽くしたなベストは尽くしたさ初日に蜂吊られそうな場面で乾いたしいやなんか上手いこと言ってくんねえかなこれなんか奇跡起これ奇跡 <laughs> 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 先生なるほど。いや、でも初、ね初、初日八番さん、かばえたのはもう嬉しかったですわい。ようかばえたね、初日から。<laughs> うん、いや、分からなかったけどね。分からなかったけど、8、うん、はワンチャンあると思ったな。